そっかー、八つ橋とか十万石まんじゅうも入ってなかった。なんで？まあ埼玉行ってわざわざお土産あんまり変わんないかな。皆さんが好きな推しのお土産はあったでしょうか。第10位から第1位までもらって嬉しいお土産をご紹介しました。ここからは最新気象解説です。本田さん、先ほどのリポートの中に推し土産はあったでしょうか。はい、そうですね、あのみんな美味しそうに思いました。え、何ですか、みんな美味しそうでした。はい、美味しそうでした。特にこれっていうのはあんまりないですか。そうですね、あのちょっと若干他のデータも拡張してましてあまり、はい。第1位が通りもんだったんですけど、あ、それはちょっと私知らない。東京バナナとかは、あの聞き覚えはもちろん食べたこともあるんですけど、通りもん知らないですか。そうですね、多分ないような気がします。はい、今度持ってきますね。あ、いや大丈夫です。甘いものはあまりお好きじゃないんですか。まあ、あの食べることはありますけども、あの気を使っていただかない方がいいと思いますので。じゃあ一方的に今度押し付けに行きたいと思います。あ、そうなんです、本田さん、千葉がなかなかあの晴れないんですけど、この後どうでしょうか。あ、ですね、もう、はい、結構あの晴れ間はかなり近くまで来ているのではないかという印象ですけどもね。はい。